コロナはトヨタ自動車が1957年から2001年まで生産、販売していたセダンを中核とする CD セグメント相当の乗用車である。トヨタ車として初めて日本国外でも生産された車種である。カローラ、マーク2、クラウンとともにトヨタの伝統的なセダンであり販売の中核的な位置づけになる車種である。高度経済成長期には 日本のマイカーを代表する車種として広く親しまれた車である。特に地方都市では小型タクシーとしても多く用いられた。1960年代から1970年代、コロナの競合車種は日産自動車のダットサンブルーバードであった。このブルーバードとコロナが繰り広げた熾烈な販売合戦が BC 戦争と呼ばれるものである。 1957年7月の初代以来11代の系譜をたどったが、初代から6代目まではトヨペットブランド、それ以降はトヨタブランドで販売され、1996年発売の最終型はコロナプレミオ名義になり、2001年からはプレミオとして系統を継承している。なお、本校ではコロナプレミオ以外の以下のモデルについても便宜上記述する。 1950年代半ば以降、日本の乗用車市場では、トヨタ自動車が 1500cc 車のクラウンで、中型タクシー市場を、日産自動車が 860-1000cc 車の、ラット310,210で、小型タクシー市場をそれぞれ抑えるという構図が出来上がっていたが、日本の二大メーカーである両社は、それぞれ相手の領域に食い込もうと新型車開発を、 続けていた。コロナは、こうした状況で誕生した、トヨタのタイダットさん対抗馬である。しかし、本格的な商品として企画されていた車種は2代目の t 2 0系であり、初代 t 1 0系はそれまでのつなぎとしての企画であった。この背景には、当時乗用車の設計に強い発言力を有していた、タクシー業界が2 0系の完成を待てず、そのニーズに応える。 必要のあった、トヨタ自動車販売の意向で、開発、発売を急がせたという事情があったという。すなわち、t 1 0 k は、クラウンの信頼性の高さが立証されて、存在価値が薄まり1956年に生産を中止されていたクラウンのタクシー用姉妹車とヨペット、マスターの車体中心部ボディプレス、クラウンの足回り、そして1940年代後期から使用され、 乗用車用としてはすでに時代遅れになっていた SV 式のトヨタ S 型エンジンなどといった既存のコンポーネンツを寄せ集めてマスターの開発製造を担当した関東自動車工業で急遽開発された車であったただし唯一画期的であったのは関東自動車工業がトヨタ本体とは独立して独自に1950年代前半から研究を 続けていたモノコック構造が、トヨタの量産乗用車として初採用されたことで、あった。このため、車両重量はようやく1 0 0 0ラムの大台を割っている。3台目の生産台数は578,534台。5台目の販売終了前月までの、新車登録台数の累計は805,528台。ハードトップ。 1982年から1985年、セダン、バン。1982年から1987年、タクシー。1982年から1998年8代目の、販売終了前月までの新車登録台数の、累計は635,185台。グレードは、上から、GT-R、EX サルーン G、EX サルーン。 SXR, MX, GX, デラックス STD。ボディカラーは、スーパーホワイト2、グレーメタリック、スーパーレッド2、レッドマイカメタリック、ミディアムベージュメタリック、ライトブルーメタリック、ダークブルーマイカメタリックの、計7色が設定された。なお、日本国内におけるかつてのコロナやカリーナ、プレミオ、アリオンのポジションを担う同社の今後の機関車種は、 既存の C セグメントクラスに属する3ナンバーセダンの E210、EX10 型カローラセダン、またはハイブリッド専用3ナンバーハッチバックセダンの ZVW50 型プリウスがそのポジションを受け持つ。英語の太陽間から。真っ赤に燃える太陽、その周りの淡い真珠色の光。太陽の冠という意味。 明るく親しみの持てるファミリーカーを目指し名付けた。ありがとうございます。